皆さんこんにちは。こんにちは。ゴーイチコラボの服部と申します。今回もですね、神戸の、鈴木みのり先生にお話をお聞きしております。前回ですね、お話で、カズタマの話から若干最後の方で、エネルギー体といいますか、なんかそういったことの話もちょっと、ちらっとお聞きしたことがあったので、触れさせていただいたんですが、その辺について今日はちょっとお話をいただけるとありがたいなと思います。はい、エネルギー体というのは私は聞いたんですけど、はい、くくり姫、はい、と名乗る、はい、エネルギー体ですね、はい、出会うというか瞑想中に出てこられたんですけれど、はい、瞑想中にですね、はい、皆さんがおっしゃるみたいに想像されてるみたいに観音様状態でこう出てこられたとかではないです、はい、本当にエネルギーに包まれたっていう感じで、すごいこう、波動が高くて、はい、ちょっと怖いぐらいである。怖い、高すぎて怖いですかね。高すぎて怖い、厳しいようなでも優しいような、すごい、ただ次元が高いっていうのが分かる波動でした、はい、最初は、口も聞けず、はい、思考も停止、はい、ただ包まれるだけだったんですけれども、はい、その後、カズタマの、法人ですね、はい、を見てるときにたびたび出てこられるようになったんです。カズタマの法人っていうのは、ですか、こう数字マンダラって言ってる、はい、数字マンダラが基本になってて、はい、それを3倍した縦横3倍にして9マスに、81個の数字が入ってる。ちょっと待ってくださいね。いわゆる数字マンダラっていう、魔法陣って言われてるやつですね、はい、で、3マス3マスあって、今ご覧になってるのはこちらの方に画面、出てくると思うんですけども、3マス足す、あれは確かどこの方向から足しても数字が15になる、はい、なるものですね、はい、それ規則性があって、その規則性通りに入っていくと、はい、縦横斜めどれを足しても15になる。15になると、はい、でそれを同じ規則性を保ったまま、はい、縦横を3倍ずつ9マスにしていく。9マスにするということですね。で今これが出ていてるのがその9マスの魔法陣という形ですかね、はいはいはい、それをご覧になってたんですね、はいはい、これはですね、私何でも波動に敏感なので、はい、じっと見ると、はい、その物の波動とか人の波動の中に入っていけるんですよ、ドキドキなので、そこの法人の中に実はその9マス9マスの法人の中に入ろうとしたんですよ、はい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 、すごいな、うん、でそのじっと見て集中をしているときにたびたびその先ほどのエネルギー体が出てくるようになりました、はいはい、すごいですね。でついに何度目かの時に、はいはい、誰って聞いてみたんです。聞いてみたんです。誰やっと口が聞けたというか誰ですね、はい、そしたらそのエネルギー体が、くくり姫と名乗ったので、はい、くくり姫様に会いましたと言わせていただいているんですけど、はいはいはい、この後々やっぱり感じることによると、今の地球全体を覆っている愛と調和の波動のエネルギーがどうやらつながってしまったようなんですね、はい、で、エネルギー体っていうとよそよそしいので、はい、鳥姫様っていうふうに呼ばせていただいている方が、はいはい、分かりやすい、親近感があるというか、はいはいはい、なので呼ばせていただいているんですけど、はい、つまりは私的には次元の上がった地球の意識体であり、はい、これから先の地球の愛と調和の波動の大いなるエネルギーだと思います。くくり姫っていう名前なんですけど、くくりってなんかくくりってなんかあるんですかね。そうなんですよ、それね、はいはい、最初変な話、私くくり姫様のその時初めて聞いたんですよ、はい、でちょっと変な名前って思ったんですけど、はいはい、カズタマをその先にね、先ほど言いました9マス9マスの法陣を見てる時に、はい、9×9 ね、はい、9マス9マス、はい、それを、深く勉強をしていかれたら、はいはい、どうやら一マス一マスが世の中の断りを表している法陣だ、はいはい、で9マス ×9 マスの断りの法陣なので、
9×9 のほとばりで、くくり、うん、なんかそうです。すごい。その時に、ふに、ね、ふに落ちたんですよ。うん、ああ、それでした。すごいですね。すごくないですか。で、数字を使って、はい、法人を使って、はい、そういう、まあ、そこのエネルギー体から、はい、オリジナル様から教えていただいたことや、これからの次元上昇した地球の、はい、住む地球に住む住人として何がいるのかとか、はい、そういうスピリチュアルな側面もお伝えすることにしたんです。はい、なるほど。さっき、3つの3マスのアルカスト15台ですね、はい、でちなみに 9マスのくくり姫の、はい、くくり姫の漫画だって言っていいのかと思って、はいですね、はい、それ足すといくつになるんですかね。これが縦横斜めこれを足しても369になるんです。369魅力ですね。あ、魅力の世を表している法人だと言われています。なんかこうすごいちょっと鳥肌が立つような感じの、そうですね、そうなんだ。つまりはもう魅力の世イコール、はい、これからの次元の上がった地球の波動だと。なるほど、愛と調和の波動ということですね。でそれが一つのそのまあ分かりやすいって言ったらあれですけど、くくり姫という形で、はい、鈴木先生の方はそれを呼んでいるという。はい、そうです、なんかちょっとすごい勉強、私ももう一回そのあたりの勉強してみたいなっていう気になってきました。はい。すごく奥が深くて面白いです、ね。そうですね。どうですか皆さん、この次の話ですね。もうちょっと突っ込んだ話を、次回にまた鈴木先生の方にお聞きしてみたいと思いますので、お楽しみください。今日このあたりで、お伝えします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。